一回降格してください、はい、みんなね、みんなそう全員で、俺一回そこで社長になるからで責任を取ります。アルファベットのみんなってさ、あの店もグループも炎上目的のためにあるわけじゃないし、あの一人一人大事にしてるわけ、みんな一人一人がお客様を。何が悪い？炎上に目がくらみ暴走するココア。お前がさ、ずっとそういうことやるから、お店がどんどん腐っていくんだよ。だから俺もお前とやっていけない。次々と従業員との中に亀裂が入る。ちょっと申し訳ないですけど、あのそのスタンスだったらちょっと代表を降りさせていただきます。羽の回転を止めたいイオンはグルーヴダンディ COO マリモにイチルの望みをかけて一本のラインを送る。前回、羽、ココアと話し合い、それぞれの思いを聞いたマリモ。そんなマリモが今回、イオンを含め3人を呼び出す。呼び出した当日、まさかのイオンが遅刻。遅れました。あ、すいません、遅れました。はい、はい、どうぞ。あ、すいません。おはよう。おはようございます。ちょっと話させてもらったね。はい。ありがとうございます。話させてもらいました。ありがとうございます。うん。それで、それぞれさ、話したからこそ感じたことなんだけど、例えば羽ちゃんがね、思ってることっていうのがさ、あのお店の悪くしようとか、そのココちゃんのことを憎くってとかっていうことじゃ全くない。羽ちゃんの心の中にあるのはお店が良くなってほしいってことと、あと何よりやっぱ羽ちゃんが思ってるのが、その自分にあのついてきてくれた子たち、その子たちのやっぱり未来っていうところをあの守んなきゃいけないっていう責任感なんだよね。あとはその自分たちの男の子、そのお店に遊びに来てくれてるその女の子たちがあのちゃんとね喜んでくれるのかっていう、そのポイントっていうかさ。それでまたココちゃんの気持ちも羽ちゃんに話させてもらったんだけど、ココちゃんがそういうふうに広報戦略っていうかさ、それがね、ココちゃんだって別にテレビ局に勤めてたわけじゃないからさ、何が本当に流行るのかなんて分かんない中でさ、身を見まねでね、どっこさんとかやってるさ、そういう炎上とか やればさ注目されて、それが結果的にみんな あの幸せにつながるんじゃないかっていうふうに思ってたのよ。本当に炎上っていうのはやっぱりよく分かんないから、本当にただあそれがいいのか悪いのかなっていうのもあると思うんだけど、ただココちゃんがそういう思いを持ってやろうとしていたから、ココちゃんの気持ちは尊重していたし、で羽ちゃんがそういう気持ちでお店を持って言ってるっていうのも分かってるから、こうどうすることもできなかったというかさ、うん、だからあの喧嘩する話じゃないんだよ2人とも、ね、ただね、今さ、はい、遅刻はダメだよ。はい、すいませんでした遅刻はダメ。いいんだよ別に5分とか10分遅刻しようがさ、いいの別に、俺ら気にしない、もう2人は気にしないし別に気にもしてないよ、うん、ただおい、約束に対して誠実でありたいっていう思いを持っているのに、はい、そこに対して不誠実だっていうふうに思ってしまう人もいるよ。うん、LINE のね、未読が多いってこの前も注意したけど、はい、1時間 LINE の返事がないっていうだけで、あ、この人には僕はすごく存在に扱われてるって感じる人もいっぱいいるんだよ。いいんだよ、だからイオンはただのプレイヤーで、はい、リーダーでっていう風にならないんならね、そうじゃないんだったら好きにしていいよ。いや、あのお店リーダーとして引っ張っていきたいんで、うん、そこはそうだよね、はい、うん、だったらやめなさい、はい、ちゃんとしなさい、はい、ただなんでお店がうまくいかないのかっていうと、お店ってまあそのじゃあ人への向き合い方っていうのは、車で言うんだったらこっち側の、片方の、部分が人との向き合い方で、もう片方は戦略ね、うん、これあのただの部活じゃないから、ビジネスに勝つための作戦を立てなきゃいけないの、うん、それが圧倒的にアルファベットにはないの。
責任は感じてます。その上でちょっとね厳しい話かもしれないんだけど、今までみんなが何がまずかったかっていうと、これはよくってこれがよくなくってっていう物差しがとにかく足りなかったの。その場のこう顔色、その場のイエスばっかり求めちゃってた、その場の笑顔ばっかりお前求めてる。じゃあその上で、じゃあ昨日までは良かったけども今日からはダメだだとか、はい、あの人は良かったけどこの人はダメだとかっていうことをやったら、やっぱりみんな求心力ってなくなっちゃうから、はい、うん、だからその上で一回降格してください、はい、僕らね、みんなそう全員で、俺一回そこで社長になるからで責任を取ります。多分ね、羽ちゃん嬉しくなっちゃうと思う、俺厳しいから、はい、羽ちゃんがね厳しいって思われてたかもしれないけど、羽ちゃん言ってること全然合ってるから、うん、でこうちゃんがやりたかったね広報戦略とか、俺はずっとグループダンディの中でやってきたから、はい、iPhone もそうだし何もそうだし大阪も見てたでしょ、はい、そういうのこれからやっていこう。はい、みんなおはようございます。おはようございます。なんだか最近ね、なんであの人来てるんだろうってね、きっと思った人もいると思うんだけど、ちょっとね、お話しする前にちょっと発表なんですけど、リオンと、カネちゃんとコちゃんの3人なんですけど、合格です。はい、理由はすごくこう、みんな潜在能力がね、とっても高いこのチームで、もっともっとね、みんなをいい方向にこう導いていくことができたはずだと思っているし、辞めちゃった仲間もね、結構たくさんいて、どうなってんだと、ということで告白してもらいます。もらいました。改めてね、ちょっとこう本当にすごくこうポテンシャルのあるみんなだからこそ、強いチーム作っていきたいなっていうふうに思っています。その中で、まあ、少しでもね来ることでこれがね役に立てるんだなということで、今回、そんなねずっとの話ではないんだけど、もう改めて社長にプロデューサーとかね、なんかディレクターとかさ、そういうなんかこう なんとなくかっこいいふわっとしたやつじゃなく、もう責任取ります。社長に就任します。僕がお願いします。お願いします。なので、そういうつもりでやっていきたいと思います。その上で社長として、みんなに、3つの約束、みんなでこのチームでね守っていこうっていう、その3つの約束をしていきたいなっていうふうに思います。一つ目の約束ね、うん、一番の店作ろう。はい、はい。二つ目の約束はやるべきことをやる。三つ目がやらなくていいことはやらない。従業員同じ仲間を殴ってしまうと、これやらなくていいこと、やるべきこと分かってるね、うん、やらなくてもいいこと分かってるね、うん、っていうことをやっていきましょう。この三つ、はい、はい、はい、うん。ここからは僕が社長だから厳しくやるからね、ダメな人をギューってやるからね、今度飛び降りる人をギューってやるからね、うん、ダメなことはダメ、うん、いいことはいい、けじめをつけていきましょう。はい、はい、はい、結構自信あります。うん、自信あります。やれるだろうな、1億ぐらいの店舗は多分ここでやれると、まあ平均証券アベレージ5000万と店は作れると思うので、ぜひやっていこう。はい、はい、はい。お店を一からやり直すため3人を降格させ、自身も社長になると伝えたマリモ、新たに生まれ変わるアルファベットの未来が楽しみだ。